より大量生産ですね。つまり組織力によってやってきたわけです。で今度ウォンツっていうのはこれは質の向上です。ですからここはというと個人の力です。でリーダーシップも変化してきました。今の若者と昔の若者、ね、どっちが集中力あるでしょう。どっちだと思いますか。今の若者と昔の若者、どっちと思いますか。昔。そうですか。実はですね、今の若者の方が集中力があるんです。なぜなら集中する道具が増えたからです。ゲーム、パソコン、携帯、そうでしょ。ぐーっと集中して入っていくわけです。で、するとですね、集中の弊害が生まれます。ぐーっと入っていくと周りの声は聞こえない。だから今の若者には協調性がないんです。そうでしょ。ね、ところがですね、集中していくからこそボンツに応えられるスキルを身につけるんです。ということはこういうスキルの高い集中してスキルを身につけた若者と関わっていくというのが実はニューリーダーシップです。はい、例えばこの若者が心を閉ざす時と開く時があります。これどんな時でしょうか。オタク化現象と言われてますね。こういう人たちが心を閉ざす時と開く時ってどんな時でしょうか。どうやったら心を開きますか。お、なるほどね。それもありますね。悩みを聞いて、そして認めてあげた時、認められた時に心を開きます。その人を認めなければその彼は心を閉ざします。ね、だから褒めるんですよ。叱るんではなくて褒めるというのは、ね、認めてあげるということです。褒めるという行為は認めてあげるということなんです。例えばですね、褒めるところがなかったらどうするか、ここ魔法の言葉があります。これ教えますから。あのね、本当に褒めるということは認めることだということがよくわかります。こう言うんですよ。あんたいいねって、いやいいなって、いいなって言うわけです。ね、いいなって。ただなんか、なんて言います。俺いいな、いやいいよって、なんて言いますか。ありがとう。何がとか言いますよね。え、何がって、いやとにかくいいって。で言われたその人はね、あ、なんとなくですよ、嬉しくなるって、なんとなく、あ、この人は俺のことをね認めてくれてるって思うんです。要は認めてますよというメッセージさえ伝えてれば、ね、何がいいとか具体的なものは一切いらないんですよ。いいな、いいなって、いつもいいなって、いや今日もいいよって、え、何が、いやとにかくいいと。で、これだけ、これもね、実際これは他人から言われて救われたんです。俺やっぱ役に立ってるんだろうかと思ってた時にそう言われたんです。あ、この人俺のこと分かってくれてるみたいな、ね、なんか皆まで分かってくれてる、自分のなんか悩み事とか、ね、それを悩んでることを乗り越えようとしてるね、この俺のこともね全部分かってくれてるんだなみたいな、勝手に思ってしまうわけです。ところが具体的にいいな君の靴とか言われたら、靴だけでいいでしょ、ね、でもなんか全てが良くなるという、つまり、ね、褒めるということが大事なんですよということです。だから昔と今は違う、ね、じゃあもっともっと分かりやすく言います。昔はですね、この苦手なところ、これをですね徹底的にさせました、ね、苦手なところを埋めていったんです。そして何をしたかと、平均化を取った。平均化を取る、なぜならば平均化を取ることが大量生産に向くんです。特別な能力を持つといろいろ言いますから、それはですね大量生産邪魔なんです。よりも苦手なことをさせて忍耐をつけさせて平均化を取ることによって大量生産型の教育を促せたんです。だから叱ったんです、ね、ところが今はどうかというと、苦手はもうそのまま苦手のままいいよと、もういいと、あんたよう見たらこんな得意なことがあるじゃんと、ね、だからここ伸ばそうよと、ね、
そしてあんたもここ伸ばそうよと。そしてね、2人でタッグ組んだらと。ね。つまり、ダンスが得意な人と歌が得意な人が手を組んで売れてるグループがエグザイルです。わかりますか？なぜエグザイルが売れてるか。実は今の若者はもう無意識に2012年に変化する対応ができてるんです、実は。実は我々、もう私も42人もすぐなるんですけど、ね、我々中年男以上がですね、これ対応できてないんです、はい、ところがもう若者も対応できているんです。昔はですね、中途半端な、ね、歌って踊れるアイドルが受けたのはニーズからなったからです。歌とか踊りとか見たことないようです、ね、テレビ出たばっかりで。だからニーズがなかったから埋めさえしたら売れた、そういうことです。ところが今はウォンツに応える、つまりダンサーも見れます、シンガーも見れます。つまりウォンツに応えたエグザイルが売れてるってことはこういうことなんです、はい、ね、つまりこれを何というかってリミックスと言います。苦手なことではなく得意なところを伸ばしてお互いコラボレーションしていくって、これをリミックスと言います。つまり苦手なことを叱るんではなくて、ね、得意なところを褒めるという、だから褒めなさいと言うんです。こんな時代になってきているんですよと。ニューリーダーシップ、これからのリーダーシップは、ね、叱らず褒めて認めると、認めて褒めると。で、足りないところを指摘するより得意なところを伸ばし、より、よく話を聞いて褒めることが重要。